ー、くそー、こんちしょー。ちょっと遅くなってすいません。やっと宿が取れたよ。あ、ちょっとまだ町ですけどね。お疲れ様です。お疲れ様。一応ちょっとあれしとくか、ツイッターの方に。いや、まだねホテルに入れないんだよね。チェックインができない。でも宿は取れた。だから飯食おうかなと思いまして、今日ってかね、台南に、僕今台南に来てるんですよ。台南に来てて、台南ねめちゃくちゃ暑い。なんか夏、ああ夏よマジで。すげえ暑い。ああ何食べる？いや、おつ。いやー、夏だよ、マジで。台南は夏。まあ、南だからね。うん。ちょっとご飯でも行きましょうか。いや、あら、大雨ですか。まあ、この前とあんま変わんないでしょ。どうよ、あんま変わんないでしょ。ああ、いつもの風景とあんま変わんないでしょ。どこ行こう。手こいてる。向こうかな、向こうかな。景色あんま変わんねえんだよ。これでも全く違うところがあるね。まあ強いて言うなら神奈川から名古屋に来た感じ、うん、神奈川から東京に来た感じ。まあちげえなと、ね、そうだな、まあ地域は違う。なんか美味しい食べ物なんかねえかな。うん、小籠包か。でもね、小籠包のお店なあるかな。ちょっと調べてみよう。小籠包食べてみたいね。こっちか。まあ探検しながらさ、牛肉麺ってない。ちょっとこっち渡ろう。大丈夫？赤だ。いや、あのねホテルね取れなくてさ、ホテル取れなくて、今やっと取れたんですよ。だけど取れたんだけど、チェックイン自体が15時くらいなんですよ。だから15時くらいだから、それまでちょっとまだホテルに荷物も置けない。で今預かってもらってるんですよ。うん、だからちょっとあれですね、ホテルは取ったけど「テタタライアンチュテイタタ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 タ」。ノブだな、野宿にならなくてよかったね。そう、はい、ノブだ。そう、あと45分ぐらい。あ、こんにちは。だから今から飯、なんかね八角くせえなあ。しんどい、八角しんどいんだよな。多分台湾カステラだな。いや、ホテルの人日本語通じなくてさ、なんだこれ。さあなんか歩いて変なあるとこ歩いてきた。いや八角ね苦手なんだよな。ああ八角はうわバイクすごいでしょ。なんかねえかな。バイクすごいよね。日本料理ってなんかねあんまない。そう八角の価格癖ある。そう癖あるし癖やし。あコインカフェバー。駐車されてるね。これだって見てよ、飯やなんもないんだけど。あんのかなあ。渡れねえや。まだや引かれちまう。暑い。こっちね南国育ちだわ。なんか極屋って書いてあるよ。え何牛丼うどんって書いてあるよ。極屋。え日本にこんなところある？極屋。牛丼とうどん極屋って書いてある。え何これ極屋って。何あれ日本にあんの極屋って。ちょっと気になる。じゃあ一回前行こうぜ。ちょっと気になるわあれ。極屋って書いてあるぞ。ちょっと見よう。怖ってくる。怖くはねえ。えどこえどこ極屋。あやってない極屋。これか。おいしい。あやってない極屋。これ極屋。極屋ってなんなん。極屋やってなかったわ。いややってないんだよ。はいえ日本にないよね極屋なんて。パクリか。え口コミ4マジ極や。マジか。ないんだよな。セブンイレブン。じゃあこんにちは、いらっしゃい。いや極道じゃない極屋。何これ。まああれピーの人いる。交通整備が難しいんだな。戻ったでしょ。え、今治ったでしょ。ダメかな。いや、治ってるよ。え、ダメ？治ったでしょ。治ったでしょ。ちょっとなんかね、回線が悪いのかな。何なんだろう。ガッツの場合ちょっと待ってみんな。みんな、ここ何かわかる？ここわかる？眩しい、眩しいな。ここわかる？あ、俺の顔だった。さあ、なんて読むでしょう。はい、正解は米だ。キャミタ、キャミタ、客見た、客見たコーヒー、米だ。客見たコーヒー。客見たコーヒーと書いて米だ。夜米、夜米、夜米あるぞ。白ノワールあるぞ。白ノワールあるぞ。これ普通に米だメニューやな。いや、日本にもあるんだよね。だってないじゃん他。うん、いや米だね。日本でも勢いで食べ比べしよう。じゃあ他と行く？だってないじゃん、ないじゃん。米だ、米だあるから、うん、客見たコーヒーだから米だじゃないから。客見たコーヒー。米だ。え、だってさ、何？魚のスープがおすすめじゃん。いや、分からんよ。俺前魚のスープ食って食えなかったから。俺ほんと食えないの残すからね、ガチで。いや、スロットじゃなくてまずホテルのチェックインがさできないんだよ。で待たしてたら悪いからさ。ピーしてる。米で行くか。米で行く？いや、ちょっと待って。ならではの、うん、え、どうしよう。安全、待って。いやでも安定、波乱、勝負、どれがいい？俺は波乱。どうしようかな。いやでも俺食は安定がいいんだよな。ある程度案外選ぶけど、ちゃんと一応冒険するんだけど、波乱、ちょっと波乱なんだよ。うん、安定、波乱、勝負。いやー、いやー、うわ、開拓する。でも俺食えなかったら残すからね。うん、うわっつって無理っつって。これは皆さん俺食えないもんは食わんから試すけど。いやー、八角のにやば。あ、ちょっと待って。だってないんだもん。ないじゃん。ねえ、ないや。いやー、極夜行きたかったな。現地人に聞いてみよう。ちょっと現地人に聞いてみる？ちょっと現地人に聞いてみましょうか。あにゃん、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 おめえの暮らせためまにらしい。現地人に聞いてみました。ないらしい。おめえに食わせるためはねえらしいよ。無理だった。すまねえ。ダメか。いや、修道が無理。カラスミ一家。タクシー乗って、いやタクシー乗れって言われるでしょ。ないんだもん。あ、東芝はあった。東芝なんかうまい電気ねえかな。ちょっと電気飲みたい。あぶね。東芝あったな。ちょ、なんかうまい電気ねえかな。あの硬い冷蔵庫かぶりつきたい。あーねえんだけどあ、あった。うん、ちょっと待って。何これ、お寺がある。なんか謎にお寺がある。カッパって書いてある。フグって書いてある。酒フグ、川豚。すごい。死ぬ危ねえ。死ぬって。アフロどこ？アフロはお前の心の中だよ。知るか。ああ、熱い。どこ？あ、なんかあれ飯屋っぽいな。え、やってねえじゃん。あれ、いや今日打つよ。打つけどホテルがさ入れないんですよ。H&M だ。服買える。なんだった。めっちゃ多い。いやホテルできない。さっき待ったんだよ。ホテル入れねえから。なんならアフロとアイスホッケーしたわ。ああ。アフロとアイスホッケーと。サッカーのこうくるくる回せゲームやって飽きたから配信してくるわって配信しに来たわ。大の大人が2人でさアイスホッケーキャッキャキャッキャウフフしてさ何しとんねん。え戻ってきちゃった。あーエアホッケーな。ホッケーは禁止。ホッケーホッケーイエスホッケー。バナナってもう米田歩くのまた歩くの米田までいやねえんだけどマジで。時間帯が悪いあ可能性はある。アフロってオフだとどんな感じなの。まあアホですね。風俗じゃない。はい、風俗代。ちょうだい。ちょうだい。風俗代。早く。早く。今すぐ。ああ。お腹空いてイライラする。もうないよ。ないじゃん。だって見るこっちなある。こっちに飯だい飯ないやん。あみっちゃんありがとうスーパーチャットセンキュー。ないやん絶対こっち。ありがとうみっちゃんスーパーチャットセンキュー。ろくにゃんこさんありがとう。いや怒ってないよ、うん、皆さん基本的に僕怒らないので大丈夫です。ろくにゃんこさんスーパーチャットありがとう。これは何て言うかって知ってます。キレゲーって言います。はいありがとう。スーパーチャット6にゃんこさんありがとうございます。いや、ただね、ちょっと疲れた。昨日から歩きっぱなしなんだよ。これなんだろう。あ、ポップコーンだ。見て、ポップコーン屋さんだ。なんかやってると思ったらポップコーンだ。いや、ポップコーンがいいよ。またおさんスーパーチャットありがとう。もしかして本邪魔からめぐみさんじゃない方の方ですか。なんだっけ誰だっけまゆの方でしょ。ありがとう。またおさんありがとう。名前が出てこないんだけど。あ俺もうタピオカ飲もうかな。チーズここはあでもこれタピオカドリンクではねえわ。やめた。石ちゃんそう石ちゃん石ちゃんだね。あれこれなんだこれ。あこれラーメン屋だな。何ラーメン。なんだチシャウエチューわからんな。外装中外出てもダメだ、やってねえじゃん。いやなんかあの家系はちょっとダメそう。いや入る、外装中って書いてあったよ。いやパチはねもう行きたいんだけど、いや荷物、部屋に荷物置いたらまだ置けないんだよ。あれラーメンなの？タバコだけ吸う。え、じゃああれ食べてみる？いいよ、食べてみるなら食べてもいいよ。あれちょっと今台南、台南の米田があるっちゅうところ。俺食えなかったらあれするよ、残すよ普通に。まあ意外とうまいかもね。いやでもやってなかった、外装中って書いてあったからやってないでしょあれ。何パクチー弁当って。台湾しかないラーメンを食べてみてよ。でもさ配信でさ、要はだから勝負すると食べなきゃいけないじゃん、食べれないまで。それがちょっとあれじゃん。八角屋以降、あ、待って、手作り豆腐屋って、手作り豆腐、え、でもやってなかったよさっきのやつ。あ、パチンコ屋かな。行ってみる？行ってみるとかやってんのかな。お、任天堂明星大乱門、スマッシュブラザーズって言いたいんだろうねこれで。特別版、何これ。あ、スーパーチャットありがとう、障害者サポーターありがとう。少ないけど風俗代の足しにありがとう、障害者サポーターありがとう。いやいかんし、いかんし、ありがとうスーパーチャット、センキュー。やってんのかな、外装中って書いてあるよ。あーでも八角の匂いする。八角の匂いするな。多分食えねえよこれ。ダメよ、八角の匂いするわ。八角の木無理でしょ、どうやって伝えんの。危ね、今マスク外しちゃった。ちょっと待って、今何時のかなあ。普通に今顔見えだな。へえ。あ、ほんと16時半ばっか。じゃあ、でもな、あと15分しかねえな。あと15分しかねえ、みんな。何これ、コーヒー屋さん。14時46分だ。これはあ、うまそうやな。海鮮大丈夫か。サンキュッパ1500円か。高えな。2000円すんぞ。寿司屋だこれ。お寿司屋さんだ。あー、カリフォルニアロールみたいなのあるもん。やめとくわ。高、しかも高。高えわ。あぶね。いやでも生はちょっと怖えな。海鮮ああ、なんもねえ、なんもねえ。だからウエストランド入り口。どうしよう。食べるのころない。ああああああ、いやマックもねえんだよ。コンビニない。あったけどさっき。いや米、いやでもな、ちょっとホテルにさリュック置いてきて、そうでホテルにもうちょいで入れるんですよ。ホテルに食べるとこないってネイピが朝食終わってて、朝食食ってやがったよ。アフロがたまたまだからね。俺がさホテル見つけてさあって、まあ行ったのよ。さあさあ、なんか座ってるやつがいてさ「あれ?」って思って、見たことある顔やなっつって「あれアフロじゃん」みたいな「アフロ派」っつったら「おお崖さん」っつって「崖さん来てたの」来てたのじゃねえよ。知っとるやろっつって、もうあ俺も朝食食べるっつったら「朝食終わっちゃったよ」っつって、そう「朝食終わっちゃったみたいだよ」って言ってた。野生のアフロに出会ったわ。いやまあこんな感じやん。完全に現地の人だったね。ああなんかない？やってないのかこれ。あ、うるさい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 。何これ？ジェット機が。ジェットラベンダー。いや、アフロにコメダならあるよって言われたの。コメダ行くって。そうだよね。じゃあ配信だ。俺もとりあえず部屋にリュック置いてあるから、ホテルにそのリュックをホテルに入れてそれで出たいのよ。これさ、ジェット機だな、くるくるするの完全に。今何、ちょっと一回くるくるさせる。あ、怪しいな。こっちの方は多分お田舎の方なのかな、もしかしたら。あ、知ってる、有木市だって。相撲部屋あった。あそこね、結構ね有名なんよ、有木市。そう、後の貴乃花とかをね生んだね、で稽古場ですね。知らんけど。あった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 。いや別に俺見つけてないからね。見つけたわけじゃないんだよ。まさかあるとは思わなかった。しかも鬼武者のおかげ。あったわ。クレアやん。て。いや知らなかったマジで。今普通にブラブラ歩いてたらあった。あるんや。てけてけてってんててんてってんてんて。いやパクリじゃないよ。なんかブツブツ言って配信してるんです。いやパチヤンにやっぱ引きつかれあれだよね。でジョジョと同じよ。ちなみに俺電車でジョジョのストーン社見たわ、アニメ。やっぱね血筋はその引き寄せられるから。そうやっぱパチンカスの血筋だからさ、引き寄せられたって感じだね。ウエストランド井口、あんなに似てるのかな。ウエストランド、あ、美味しそう。チャーハンくさ。何食うか。差数を数えとしつこぶっちシンプルやってる。スタンド使いはスタンド使いに惹かれ合うんだよ。ああ、やったよ。これ座っていいのかな。座ろう。やっぱ一緒一緒。いやまあもうホテルは近い。いちじくのタルト。疲れた。カブトムシ。そやだ。スマホローミングしてるよ。あ、あ、大丈夫。あ、オッケー。ソリ。なんか座んなって言われた。食いもん買ってけみたいな。食いもん買わなきゃ座るなって言われた。そりゃそうだよ。すまん。あ、確かにそれは間違いじゃない。あれあれあれ、いや厳しかった。いや分かんないけど声かけられてさ、なんか「あしゃ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 」って言われたから、多分ダメなんだろうなっていう解釈で逃げてきた。あれホテルどこ？ちょっと疲れてるけどね。あれ？あれどこだ？ここ。こんにちは。ちょっと待ってね。ちょっと待って。みんなちょっと待って。あ、もうチェックインできる？あ、じゃあ行くわ。え、配信中だけどいい？え、あ、ほんと？じゃあ行くわ。もうすぐ近くだから。はいはい。できるって。さああ、危ない。そんなに似てるのかな。ウエストランド入り口。ダナナ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 。ちょっと待ってね。あ、よしよし。ニーハオ。チェックインしましょう。あ、チェックイン、センキュー。え、なんで2枚？あ、2枚ある。2枚。だからカード差しっぱなしのやつと、あとは自分で入れる。あ、本当？あざっす。荷物はそこに全部出して。あ、あざっす。あ、もらった？もらったもらった。チェックイン終わり？終わり？ほら、現地の人が。みんな現地の人がなんか赤いズボン着てるぞ。あいつなんだあいつ。一応ね、今仮の姿だから顔は映してないけど、今仮の姿だよね。日本語、いや日本語ペラペラなんだよね、現地の方。こちらは現地の、あ、これ本物ね、現地の方でございます。現地そう、今仮の姿だから高評価、高評価お願いします。ああ、みんな騙されんなよこれ6階、あ、そうそうそう、6階ね、16なんてあったのか。 OKOK、いいね、行こう。エレベーターだから、あ、本当？あ、ここでね、多分くるくるする一瞬。ここにカードをやって、あそこに、おお、なるほどね。5だから5で。お、あ、5回。おかげさんは6回だよ。いい。オッケー。日本人、日本人です。日本人じゃない。台湾人です。にゃ。あ、くるくした。くるくさんだよ。じゃあ。テンガさんはちょっと寝て、寝るって言って。あ、オッケーオッケー。俺はもうこのまま行きます。俺も。見て。何置き？え？あ。おお。何これ？より力をすべて解放しろ、開け、止ま、うえ、もう一回やろう。ここからは高等魔術を使える人間しかいけない。西より力をためたこの俺は黄昏よりも暗き者、血の流れより赤き者、いでよ扉開け、イエー。さあ行こう。 OK、 え、マジで？何これ？え？なんすかこれ？あれもなんか、夏か。はい。広くはないんだけど。何この部屋。なんか喋ったぞ。さあ、アーマロイドレディみたいなのがいる。ちっちゃいな。なんか思ってたんと違う。うわー。あ、ぼやけてる。回線が悪いんよ。うん、回線が悪いんよ。これ。みんな何やりたい？やりたいとか何みたい？うん。いや、ああ、見知らぬ店長だ。6号機も絶対やだ。いやだから777天井の北とか、まあちょっとアフロに聞こう。現地人、アフロじゃない、現地人に聞こう、うん、ちょっと現地のちょっとまたくるくるなるけどね。うん。ちょっと待ってね。好きなやつって言ってもね、俺もね、何がいいか分かんないんだよね。また予定してたのは、1606ね。OK。1606。だから覚えといて。1606。あ、いや、一応持ってるか。キルティークラウンなんてあるわけないな。何言ってんの。うわ、覚えちゃったね。これは魔法陣の後、でおそらくこの先に高度な錬成術師がいる。魔法陣の後だ。ちょっとくるぐるする。くるぐるするからね。皆さん。現地民に聞こうぜ。一番わかんない現地だからな。あ、タクシー、あ、ちょっと待ってください。あれ来てねえじゃん、あいつ。あれいねえな。あれおい、あいつ来てねえぞ。あれあれ、もうタクシー呼んでます。呼んでます。あれ、もう一人はもう一人、3分くらい。あ、ちょっと待って、もう一人ちょっと来るって言ってたから、ちょっと待ってもらっていいですか。まだ乗ってないですよね。はい。あ、オッケーです、オッケーです。ちょっと待ってね、アフロが来ねえな。いや、置いてかれたかもしれない。いや、置いてかれたはなんない。ちょっと待って、さすがに来ると思うよ。アフロ来る。音が聞こえる。違うか。あれ、あいつマジ来ねえな。ちょっと待ってね。来ねえな。これ来た。うん、現地に。えらい、どこ行くんだっけアフロ。パチンコ。違うあの場所、何がある場所行くの。パチンコ。私は女の子が。ああ、なるほどね。隣に女の子がついてるパチンコ。あ、本当。なんかある。あとはやっぱりじゃあ777北斗行くかな。777北斗の方がいいんじゃない。いい、だって他にラインナップもあるよね。そうそうそう、あそこはいっぱいある。もう本当に5号機とか 4号機もちょっとあるし。あ、本当、うん、ちょっとなんだ。4号機、4号機は少ないと。でもまあ打ちたい機種が一番多いんだけど、日本人も向いてると思うし。え、本当。じゃあそこ行きたい、うん、行きましょう。行こう。え、でも別々でしょ。あ、別行こうってラインで送ってある住所の場所です。あ、オッケーです。もう一台。ああ、オッケー。一緒にやってくれそれか。いや大丈夫大丈夫大丈夫。方向がね若干違うから。あ、若干違うの。あ、本当。いや頑張ってきてください。ちょっと待ってね。取れた。リュックすごい。そんなに持ってくる。そうだよ。持ってく。何を持ってくるの？これ？そう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 。これ星星星。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと。80ジャグラーもあるから。あ、オッケー。頑張る。オッケー。ご飯食べんの忘れたわ。うん、めっちゃペラペラやん。ミーシャ。ちょっとね、音消します。はい。ちょっと、流れてるんで。ちょっとね、お待ちくださいね。ちょっと待ってくださいね。いいね。もう終わったからいいや。いや、なんかミスった。すごい。世界最大単湾第一天皇帝位快速保養。あおはよう。やっぱ綺麗やね、街並み。うん、綺麗な街並み。そう。ファミリーマートもある。あ、レインボー。レインボー。原付本当にいいよ。やっぱこっちはね、原付文化なんよ。二欠にえおお崖の車窓からおおなるほどね。いや原付すごいね。いやで止まってるのもさ原付ばっかや。だって日本じゃこんな光景見られないでしょ。どうよ昭和感あるよね、なんでだろうね。アフロ野生に帰ったね、なんか女の子が横についてくるパチンコへ行くらしい、野生に帰ったね。本能のままに行ったよ。いやお腹は空いてる。デリバリー配達多いね、確かに。でもさやっぱいるのかな不良って。例えば日本にいるじゃんヤンキーとかさ、やっぱ台湾とかアメリカも一応いるじゃんそういうの。ほとんど寝てないのでは。ありがとう心配してくれてさ。いやだって俺みんなと走るんだからさ、同伴されてもさ「いやちょ今これからパチンコ屋だよ」トップレスパチンコって何ってなんて読めない、3人乗りだったありなんじゃない。じゃあライブじゃあ視聴すると笑っちゃうよ。ギャングだよ。いや暴走族田舎にいるんだ。台湾マフィアがいるね。確かになんとか大丈夫だ。台湾に来た。いやそれが目的で来たんだよ。だからこう見ると野草の車窓から「タタ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 ンタタン」ユニクロあった？嘘。ユニクロはだってどこでもあるじゃん。ユニクロあった。来週の月曜で帰る、うん、あと3日ぐらいいる、うん、ちゃいちゃしやがってよ。いいよね風景が伝わる感じ。何日目？ビンローは買って、ビンローって何？かった。台湾旅行、気分味わえて。あ、ほんと。よかった。あ、看護配信面白かった。ほんと。ありがとう。またね。とかでやりたいと思います。いや、セブンイレブンもあるよ、普通に。ヤマハやん。やっぱさ、日本の企業とかあると目にいっちゃうよね。加藤省も、これホテルだ。このさ、ここに飯店書いたんじゃん。飯のお店。これホテルってことだから。基本的に。飯店とか、なんだっけ、飯店だけじゃないんだけど、このね、飯店って書いてある店はね、ホテルのことが多い。あ、ギフトありがとう。ちょっとね、ギフト見れないんだよな。なぜか知らんけど。ギフトありがとう、センキュー。当たった人おめでとう。なんかね、出るから。ありがとう。あ、17775件のメンバーシップギフト。ありがとう。センキュー。ありがとうね。当たった人もおめでとう。メンバーシップギフト。センキュー。5件のメンバーシップギフト。ありがとう。そう、この飯店っていうのがホテルなんだよ。でも、飯屋の飯店、飯屋もあったっけな。なんとか飯とかなんだよな、飯屋。そう、中華ほくろとかだな。ほくろ食べてんのホテルって書いてあるでしょ。そう、飯店はねホテルなんだよ。一体どこまで行くの。うお、2ケツいっぱいいるから、2ケツが2ケツを抜いたから2ケツが4ケツになった。そうね、なんか近くあるといいね。ちょっと遠いな。おや。知らねえ、ビニローなんて。そんなのあるんだ、台湾に。でもタバコあるからいいや。普通だ。マックはあるよ、KFC もあるし。あ、ちょっと多いな。変わった車ある。2ケツありなんだな。遠いな、俺初めて行く店だから。こっちはまあちょっとね、行っちゃうと多分田舎の方だと思う。なるほどね。海外、いや、いけるよ。うわ、これなんもねえかもな。飯やん。何もなさそうなところに行く。これホテルまで戻るの大変だな。まあタクシー呼んでくれるからだけど。あるよ、至るところに日本のパチ屋みたいに。日本のパチ屋ほど多くはないけどね。さっきはさ、あったじゃん、歩いてたら。あれ、Uターンすんだ。この辺これだ。 OK、 センキュー。あ、よし、やった。 OK、 センキュー、センキュー。センキュー。ありがとう、センキュー。バイバイ。てかさ、バイバイって言うじゃん、みんな。外国でもバイって言うじゃん。日本でもバイバイって言うじゃん。バイってさ、便利な言葉やな。ちなみにここまで200元だ。セブンイレブンマックあんなあ。ちょっとケンタッキーあるな。和さん、何が臭い。あ、臭い。ドブのやちゃん、こんにちは。ちょっとケンタッキー行くか。セブンイレブンたまんだけど、ホテイチ君やちゃんハンバーガー屋さんで15日まで。ええー、マジどこや。やってなかったけど、ちょっとあそこにケンタッキーフライドチキンがあるから、マックは行ったじゃん。ケンタッキーの食べ比べじゃいい。食べ比べじゃいい。熱っ。ケンタッキー行ってから配信する？いや、遠いな。遠い。今日はもうちょい配信数を出してるよ。なんならもうしてもいいよ。ただ腹だけ食ったから、飯だけ食わして。うん、ちょっと飯だけ食いたいからさ。あそこくさ。ああ、ダメだ。何これ。黄金塔と。ああ、微妙やな。あわ。あ、ちょっと待って、何これ。ハンバーグ屋さんがある。え、これ食べようかな。これなんかあれだ、台湾のやつだ。いやでもな、八角入ったらやだな。いや、やめよ。安定狙うわ、やっぱり。いやこれ八角入ってる可能性あり、八角センサーがちょっと来てた今。あのねやっぱりねケンタッキーとかマックは発覚率低いのよ。だ安定なんよ。そう、あバーガーキングあんじゃん。バーキン高いんだよな。バーキンあるよ。ウィリアム・バーキン。腹壊してやん、俺が食えない。見て、寿司エキスプレス。寿司エキスプレス。どっちがいい？バーキンとマックとケンタ。いやケンタッキーうまそうだけどな普通に。ケンタッキーかバーキンどっち？バーキンマジでバーキン行くの？バーキンなんだ。バーガーがいっぱいあんな。寿司エキスプレス。うんいや。KFC はじゃあみんなバーキンって言うんだけどマジでいや両方は無理。じゃあバーキンにする？みんながバーガー入ってねえぞ誰も。大丈夫このバーキン。ちょっと一回見るわ。誰も入ってねえぞ。うわうまそううまそう。どれ？日本にないやつどれ？チーズベーコンビーフバーガー、マスタードビーフバーガー。日本にあるやつある？日本にないやつ。これが BK チキンクリップス。いやバーキンうまそうだな。日本にないやつ。日本にないやつ。バーキンか。全部日本にありそうだよね。ワッパーはないな。店内で食うか。サーモン北海道書いてあるぞあれ北海道したっけって書いてあるぞ。うまそうなんだけど、俺これ食ってみようかな。ある？ハロー。どうにしようかな。じゃあ北海道鮭行こうかな。This one? This one. Okay, this one. Set or just burger? Set? Set. Set. Okay, fry and Coke. Coke, okay. The nugget? French fry, do you want meat, big or small? Drink big. Big, okay. Drink big. And Coke in here? Coke? Okay. Okay. Coke. The... ああどうしようかな。ポテトプラスチェンジスモールポテトスモールでスモールナゲットワンス OK。 In here or take out? In here OK. 439Just waiting 5 minutes. 5 minutes. Yes. Yes.Okay. It's your number. Okay. Thank you. なると思うよ。ね、あの鮭バーガーってさ、鮭バーガーって日本ないよね。あ、初コメです。いつも潜り見てます。あ、ごめんなさい。スーパーチャットありがとうございます。佐藤さんありがとう。これからも頑張ってください。ちなみに台湾らしいご飯食べませんか？いや、昨日食べたんですよ、台湾らしい。夜市で。次ですね。次っていうか、明日以降、台湾らしい食べ物食べましょう。ありがとう。佐藤さん、黄色と研究、ありがとう。まあ、確かに、いや、でも台湾のさ、食べ物って何がいいか分かんないんだよ。何？ちょっとみんな教えて。鮭バーガー聞かないよね。ちょっと、いや、台湾っぽい。台湾バーガーだね。台湾バーガー。初スパチャセンキュー、佐藤さんありがとう。ありがとう。ジャワンバーガー。イエス。イエス。あ、小籠包か。いや、小籠包行こうと思ったのよ。そしたら空いてなくてさ、そう。今度、明日行こうかな。鮭バーガーか。そうだ。八角は台湾だよ。バージャー、バージャー、バージャー、バージャー。え、じゃあ、はい、いらっしゃい。言い訳するな。いや、違う違う。飲まないんだって。ああ、でも今でも、あれだからね、アンケート取って、バーキンのが多かったから。うん、バーキンだよ。まあ、小籠包があるかわかんない。まあ、でも、なんか、聞いたけど、小籠包普通だよって。なんなら日本の小籠包の方が美味しかったって。アフロ言ってたよ。あの有名な小籠包屋が日本にもあってさ、そこの小籠包食ったら、まあそんな思うほど普通だったけど日本の方が美味しかったんですって言ってた。あ、セブンシーさん飯ありがとう。キロスさんありがとうございます。セブンシーさんセンキュー。キロスさんありがとう。ありがとうございます。そうエスパーありがとう。なんならねいや、これから飯食う。まだ飯食ってない。で、これ食ったらうち行く。ちょっと待ってね。そう。現地の続きがいただきます。ベリーセンキュー。ね。うん、日本の飯のレベル高いよね。今日初ご飯だね。まあ、おにぎり食べたけど。なるほど、ゆっくりだ。そう、しょうがないよね。じゃあ帰ったら中華街だ。そうだね、帰ったら中華街行こうかね。前も中華本場より日本のがうまいと思う。やっぱそうでしょ、うん、あ、センキュー。あれ、ちょっと待って、おかしいな。みんなスモールっつったんだけどな。多くねよ。安たっぷ。よし。ん、ちょっと待って、スモールっつったんだけどな。え、こんなでかいの？ああ、あれ、まあいいや。うん。え、スモールっつったんだけど、俺スモールっつったよね。え、まあいいや。それやっぱりよな。ええ。ナゲッツ。これナゲットのやつ？ん？え？まあいいか。獲物量確かに多いな。これどっちや、これか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。何のタレだろう。いきます。いただきます。本当のナゲットだこれ。ちゃんとしてる。うめえな。普通にうめえな。なんかね、これ何のタレだ。これ何のタレだろう。ちょっとね、甘辛い感じ。インド人の味がするな。違うわ、タンドリーチキンの味がする。そう、タンドリーチキンだね。いや、うまいよ。うまい。いや、うまっ、甘酸っぱい辛さ。うまっ。いいじゃん、インド人、インディアンね。サクサク、マジうまい。で、まずこれじゃん。あれはまあろくにゃんこさんありがとう。ご飯ありがとう。ろくにゃんこさんセンキューありがとう。いいバーガー行くか。これ北海道鮭チーズバーガー、北海道産鮭チーズバーガー。本当かな、俺が検証しよう。これ日本ないよね、日本に。ございます。ちょっと待ってね。味はねえな。んま味がねえな。いや味はあるんだけど薄い。まあ普通だね。ポテトはなんもですね。うん、薄いね。素材の味って感じ。なんか薄いな。これたくさん発火が入ってるわこれ、ソースに発火ぐらいで入ってるわ。発火センサーが反応した今。この程度は食えるけど。これ近くにな、なんかバー、多分タレかな、タレかわかんないけど、八角の味がする。まあ、この程度なんて言えば。まあ薄いね。でもなんか日本の濃さと不思議な。美味しかった。まあ普通だね。発覚の味がする。まあゆうさんスーパージャットありそう。あ、待って危ない。コーラはまあうまいね。まあでもお店入ったら一回配信切んなきゃいけないよね。はい、うまい。ポテトケチャップ俺つけないんだけどみんなつけんの？俺ケチャップあんまつけないんだよなポテトって。みんなつけんだ。まあ普通だね。たまにつける。俺もたまにつける。今日はパッキャー行くよ。これからじゃあ飯食ったら行くんだよ。ありがとう。ミミさん、スーパーチャットありがとう。まっ。飯だけは食わして。パチンコ行く前。うまいわ。あとは寝るだけ。帰る？うざないで。まあでも多分ね、バーガーキングはね普通だね。うまいわ。あ、ひょうが降ったりしてる。マジ？やっぱりね、野草がいないとね異常気象起こるんだよ。前もそうだった。俺が日本にいないから氷が起きてんだと思う。これガチめに。前もベトナム行った時そうだった。地震とか来たりさ、雷もでしょ。俺だっている時ないもん氷とか。早く帰ってきた。いやーいいね。なんか飲み物かな。うまい。ああそうだよ。全て俺がゲリラ豪雨すごかったでしょ。俺ないもん。俺いる時あった？ゲリラ豪雨とか。こんにちは。ないでしょ。俺いる時はなかったんだよ。ああうまい。店員さんがめっちゃ見てんだよね。でめっちゃ喋ってんだよね。あれなんか「おっさんが配信してるぞ」みたいな。仮面ソロ。行くか。食った。よしみんな行くぞ。さあ出陣や。さあ今から俺は勝つ。昨日コノさんありがとう。スーパーチャセンキュー。昨日ファーストキッチン来ました。バーガーキング行ったけど行ったことないけど美味しそう。実践頑張ってください。コノさんありがとう。センキュースーパーチャットありがとう。ありがとう。いいね、ファッキンも。ちょっと待って。ありがとう。ユウさんスーパーチャットありがとう。はい、まずは小籠包に3通目、あとはドリンクでスイカ牛乳です。なるほど。あれない。なるほどね。ゆうさんもありがとう。スーパーチャットセンキュー。ありがとう。このたんもありがとう。バーガンキング行ってくれ。小籠包屋さんがね。以上。あ、危ねえ。小籠包屋さんねっつか昨日行こうと思ったらダメ言われたから。やっぱ食うならちゃんとした小籠包屋さん行きたいじゃん。予約取っとけ。いやだって現地の言葉分かんないじゃん。じゃあ逆に取ってください。僕の場所、ね、取って予約。はいお願いします。はい今から住所言うから取って。住所言うから取ってね絶対に。頼むぞ。よし。はい、熱い。さあ。さあ。来たぞー。来たぞー。タバコ吸ったら切り絵が。マスクしてるよ結構。日本寒いんや。ほら見て半袖で汗かいてるからベトベトだよ。夏こっちマジで。あもうひかんさんスーパーチャットありがとう。アイドルなのに顔が崖っぷちスロパス生活のやっちゃう。なんすか。はいもうひかんさんスーパーチャットありがとう。なんすか。はいじゃあとりあえず一回着いたので配信切ります。ちょっと準備といろいろしてすぐできないんだよ。許可は取れてんだけど、一回話さなきゃいけないから。ああ、そう、ありがとう、スーパーチャットセンキュー。なので一回ここで配信切ります、着いたから。で準備とその他もろもろね、その他もろもろやって配信始めるんで、ちょっとお待ちくださいね。やっと着いた、疲れた。はい、ということで皆さんまた後でお会いしましょう。で許可はもう取ってあるから大丈夫。30分後、30分以内に始められたらいいね。さあ、了解。ってことでね、お疲れ様です。またね、行ってきます。ちょっと待ってて、行ってくるわ。枠も変えるしね。じゃあね。